試合後にスタメンを外さざるを得ないかなという話をしていた伊藤監督、今日はデスパイネをベンチからスタートさせました。伊藤監督は作ってますよね、デスパイネはね、ここに行ったらね、レフトに飛んでいます。レフトの頭上は越えていった、満塁からランナー1人2人目3人目も帰ってくる。ベンチを温めていたデスパイネがここで大仕事、すぐにマリンズが勝ち越しに成功。マリンズ入るでしょ、インサイドよりは絶対ダメなんですよね、サイド、そこはダメなんですよ。失投ですか、失投というよりもボール球なんですけど、今彼が打てるのはそこなんですよね、今外構えてるけどインサイド行きましたでしょ、これ逆球、ここは絶対ダメなんですよ。デスパイネ満塁からタイムリーを放ってピンチランナー岡田、満塁から、いや痛いですね、今のは野上の表情です。いや、アラ治療が効きましたね。